ジャミル・アサドは、アルゼンチン出身のサッカー選手。D.C. ユナイテッド所属。ポジションは MF。CA、ベレス・サルスフィールドの下部組織出身。2012から13シーズン最終節の CA コロン戦で、トップチームデビューを果たした。2017年1月11日、メジャーリーグサッカーのアトランタ・ユナイテッド FC に、レンタル移籍。2018年2月、 CA ベレスサルスフィールド、アトランタユナイテッド FC、DC ユナイテッドの3クラブ間で取引が行われた。この取引で DC ユナイテッドは一般的配分金30万ドル、ターゲット分配金20万ドルをアトランタユナイテッド FC に送り、CA ベレスサルスフィールドとは70万ドルでの買い取りオプション付きレンタル契約を交わした。 2018年シーズン終了後、DC ユナイテッドは、買取オプションの行使を希望したが、交渉がまとまらず、2019年1月付けで CA、ベレスサルスフィエリドに復帰した。2019年9月17日、2020年シーズンより DC ユナイテッドに完全移籍することが発表された。父親は、元サッカー選手で CA、 ベレスサルスフィールドでもプレーしたオマルアサド、ありがとうございます。